道内で相次ぐクマによる被害の現状を受けて専門家らが対策として狩猟期間の延長などを検討しましたこの会合には全国からクマの専門家や道の担当者らが集まりました2018年度の道内のクマによる農業被害はおよそ2億3000万円に上り今年は2人がクマに襲われています 会合では対策として札幌や後部市の島牧村などで熊の出没が相次いでいることを受け熊が人を警戒するよう狩猟期間を延長することなどが検討されました期間の延長にはハンターの育成を目的にした捕獲の枠組みを利用し現在禁止されている親子熊の捕獲についても地域を限定する形で実施する提案も上がりました